皆さんこんにちは。サイエンスニュースネットワークの時間です。新しく始まったこのサイエンスニュースネットワークでは、科学についてのさまざまな話題を取り上げて映像でご紹介していきます。いろいろなコーナーを予定していますので、どうぞお楽しみに。では最初のニュースです。ノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎先生の講演会が京都大学で開かれました。これは京都大学基礎物理学研究所が主催した一般市民向け講演会です。ノーベル賞受賞後、日本で初めての講演会とあって、多数の人々が来場し、南部先生のお話に聞き入っていました。それでは、超小説のような物理の法則の中にどういう意味を持っているのか。自分というイメージはですね、いつも皆さん鏡を見ているでしょう。で、物っていうのは実は右と左が逆になっているんですよね。で、それしかないで、これが自分だと思っている。しかし別に大きな問題は起きない。左にハゲがあるの、右にハゲがあるのかな。そういう人がありますけれども、大した問題は起きない。これを見ると非常に対象ですね。完全に左右対象になっている。ところが、この下の二重箱を見ると何も対象がない。これは日本と中国の文化の違いの表れだと私は思っています。丸いテーブルにみんなが食卓を囲んでいると。目の前にいると食器とか、それからナプキンがずっと並んでると。それでナプキンがどっか横にあるんだけど、右のところが自分のものか左のものか自分のものか分からない。左右対称なんですね。だから左側でも右側でも。だけど誰かが左を取ると、他の人はそれに習って左を取らなきゃいけない。そうすると全部左を取ると。で、途端に左右対称が破れてしまう。そういうふうに、最初のやばいというのは一種 の、 その集団的な行動によることが多い。でもし波長がだんだん長くしますと、結局同じスピンを一様にこう回すことになるんですね。ということは、対称性、つまり回すことの対称性についてエネルギーがいらなくなるというのが、つまり対称性があるということに証明。それから元気とか、それから弱い力というのは、弱い力と言いますけど、これはいわゆる放射能を起こすような原因なんです。それを統一して一つの原因の力として表すということは、見事に成功したのが1956年代。講演の後、活発な質疑応答が行われました。将来はですね、どこまでその自然現象を体現できるかと、今の時代に物理はどういう状態なのか、将来はどういうふうに変わっていくだろうかということをいつも意識していないとダメだと。だから今やっていることをただ盲目的にそれをフォローしているだけじゃダメだと。だから具体的に地道にこの先はどういうことをやったらいいか、どうやっていくべきなのかということを、まあ、いつも考えなくちゃいけないと。いつもそういうことを考えて研究を進めるということが、特に若いことには大事だと私は思っております。